あるぞ。うこんにちは。いじこです。それでは今回なんですけども、三井住友カード V ポイント祭り開催クレジットカード積み立てで最大10%還元ということで、今回は三井住友カードですね。この動画では三井住友カード関連のキャンペーンを大きく3つに分けてお伝えします。今からお伝えする内容で、該当のクレジットカードを持っている方は必見ですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、行ってみましょう。 ということで今回は大きく3つに分けてお伝えしたいと思うんですが、まず早速その1つ目がこちらの V ポイント祭りということで今月も開催がされます。それがこちらでございまして、V ポイント祭り抽選で最大5万ポイント還元。さらに対象の飲食店の利用で2人に1人500ポイントが当たるということで、こちらのキャンペーンは9月の1日から開始されまして、11月30日までのキャンペーンでございます。キャンペーンの内容なんですけども、キャンペーン期間中にエントリーの上、各月合計税込み1万 1> 1万以上ご利用いただくと抽選で最大5万円相当の V ポイントが当たりますさらに対象の飲食店でスマートフォンのタッチ決済を各月合計1万円以上のご利用で抽選で2人に1人500ポイントが当たるダブルチャンスということでして、まあ、普段の V ポイント祭りとはちょっと違う感じの V ポイント祭りになりますねでまだエントリーされてない方はとりあえずエントリーから先に行ってくださいではキャンペーンの内容を見ていきましょう期間は先ほどお伝えした通りそして特典内容として各月に抽選で V ポイントが当たりますで、得点1 として条件ののの両方方を達成した方が得点1の抽選の対象とととなりますということで条件は後ほどお伝えするんですが得点はこんな感じで3等が100ポイントが30万名様各月10万名2等1000ポイントが3000名様そして1等5万ポイントが150名様とそしてダブルチャンスについては条件の123べてを達成した方が得点2の抽選対象となるということで得点2については500ポイントっていうのが200 二人に一人当たるということですね。それでは細かい条件のところなんですけども、まず条件1については対象カードでエントリーをしてください。で、条件2なんですが、期間中に対象カードで各月合計税込1万円以上の利用ということですね。で、エントリーした月のご利用から抽選の対象となりまして、一度エントリーいただくと、以後自動的に各月抽選を実施いたしますので、複数回エントリーいただく必要はございませんということですので、とりあえず一回エントリーしましょうねということですね。なので、ここまでであれば、 はまあいつもの V ポイント祭りにちょっと似てますよねとりあえず各月合計1万以上使ってくださいねということですねなのでこの条件2そして条件1をクリアすることによって先ほどのこの1等から3等が当たるかもしれないということでございますそして条件3についてはさらに以下の条件達成でダブルチャンスということで先ほどの条件1,2エントリーとそして各月の1万以上の利用に加えて対象の飲食店でスマートフォンのタッチ決済で各 月合計1万以上の利用するとそうすることでダブルチャンスに参加することができてもしかすると2人に1人500ポイントが当たるかもしれないということでございますでその対象店舗なんですけどもマクドナルドとかサイジェリアガストバーミヤンシャブヨジョナサン有名アあとはスカイラークグループのお店であったりとかスキアハマズシココスドトールコーヒーとかそういったところが対象ですとサイジェリアンに関してはですねこちらをクリックすると対象店舗をここで検索することができますんでお住まいの地域を入力していただければ検索をかけること で,きますで、注意事項なんですけども、まずここですよね。カードを設定したスマートフォンでのビザのタッチ決済、マスターカードのタッチ決済、あれ、これコンタクトレスじゃないんですね。のみ対象となるということですので、スマートフォンでのビザのタッチかマスターカードのタッチ、これを絶対にしてくださいと。なので、カード現物でのタッチ決済とか ID、そしてカードの差し込みとか時期取引については残念ながら対象とならないということですので、絶対にスマートフォンでのビザのタッチ、もしくはマスターカードのタッチをしてくださいということでございます。で、ID でのご利用は 対象とならないということでセルフルイージなどで Apple Pay ボタンを選択された場合については ID での支払いになるのでクレジットカードを絶対に選んでくださいねということですねそして得点の付与時期については当選チャンスは最大3回毎月チャンスがありまして今出てるようなこういった抽選の時期とか特典の付与時期が出ておりますのでまあ9月に利用したら10月中旬に抽選が行われて10月下旬に得点が付与されるまあ、そういった感じでこのキャンペーンが3ヶ月間開催されるということでございますで今回の対象となるカードについては、v ポイ,ポイントが貯まるカードということですので三井住友カードナンバーレスとかナンバーレスゴールドプラチナプリファードそういったカードで参加することができますでキャンペーンの対象とならないカードもずらりと出ておりますのでこういったカードについては残念ながら対象ではないですよということで気をつけてくださいでよくある質問のところも絶対見ておいてほしいんですけども条件3の対象の飲食店でスマートフォンのタッチ決済で各月合計1万以上の利用を達成すると条件2の期間中対象カードでの各月合計1万以上の利用も達成したことになります とということで、達達成成したことになりますということととととにににななななりりりまますすすいうでででででわわわざわざそれぞれれぞ万万万円円円使わなくてとりあえず全部合計ばよオリーブについてなんですけども、オリーブフリーキシルベを持ってる方は、クレジットモードを追加された方のみエントリーをすることができます。で、オリーブでの利用は対象になりますかということなんですが、オリーブについては、クレジットカードのご利用分のみ集計の対象となるので、ID は入らないので気をつけてください。あと、ここも重要ですね。どんな利用が抽選に対象となりますか ということなんですが、プリペイドカード、スマートフォンアプリ、V ポイント含むや決済アプリ、電子マネーなどへのチャージ利用、三井住友カード積み立て投資もこれが入ってるだけでいいですね。あとは ETC 各種公共料金や納税も対象となるということですので、まあ、普段からねクレカ積み立てをされている方でもとりあえず今回のこのキャンペーンエントリーする価値は全然ありますで。さらにダブルチャンスを狙われる方は対象店舗でスマートフォンでビザのタッチ決済とかマスターカードのタッチ決済、まあ、それを1万円以上行えば今回のダブルチャンスが ああ、もしかしたら当たるかもしれないということでございます。というような感じなのが今回の V ポイント祭りということですので、参加できそうな方はですね、まあ、参加していただいて、まあ、クレカ積み立てとかを普段から行っている方はもう100%とりあえずエントリーしてください。というのが一つ目。次二つ目はクレジットカード積み立てにちょっと関連してなんですけども、クレジットカード積み立て最大10%還元ということで、まあ、これはですね、正直時期できる方とできない方がかなり分かれてくるかもしれないんですが、SBI 証券クレカ積み立て大還元祭最大 10還元キャンンペーとということで、なんととねクレジットトカード積立ををするる最大10までポイント還元を受けることがでできるんですよでこちらのキャンペーンのエントリー期間は本日からで、還元率アップ期間が10月10日締め分から、来年の3月10日締め分までということでございます。元々の経緯も出ておりまして、2023年3月のオリーブと SBI 証券の連携開始後、SBI 証券クレカ積立は着実にご利用者数を伸ばし、積立設定額200億円を突破いたしましたと。これすごいですね。 これを記念して SBI 証券クレカ積立て大還元祭を開催いたします。一定の条件を満たすと SBI 証券のクレジットカード積立ての還元率が10%にアップしますということで、これ結構えげつないですねで。その条件なんですけども、2023年9月30日までエントリー及び2023年10月の10日までに SBI 証券の V ポイントサービスの登録を完了するということ。二つ目、2023年9月29日金曜日から2024年の2月29日木曜日まで 毎月月末銀行営業日のオリーブアカウントへのご契約口座の残高がエントリー前月末と比較して2000万円以上増加と。まあ、これは最大の恩恵を受けるためには2000万以上と。で、3、オリーブ古きシュルーペプラチナプリファードにてポイントアップ期間に漏れなく SBI 証券のクレジットカードを積み立て最大金額の5万円を積み立てということで、結構ですね、条件これ厳しいんですよ。まあ、今2000万とかプラチナプリファードって出てるんですけども、オリーブのゴールドとか通常のオリーブを持ってる方でも3 では、キャンペーンの内容を見ていきましょう。特典、オリーブアカウント、ご契約講座の残高増加額と、オリーブフリキシュルペのカードランクに応じて、SBI 証券のクレカ積立投資信託の積立額に対して、ポイント還元率がアップします。ちょっと米印1については結構長いので、ここについてはちょっとご自身でしっかりと読んでいただければと思います。で、カードランクに応じてということで、先ほども申し上げましたように、プラチナプリファード、オリーブフリキシュルペのプラチナプリファード プリファードとかゴールド通常これによってもらえるポイント数っていうのが変わってきます。まずはオリーブフレキシルペイのプラチナプリファードの場合最大10%還元で通常であれば5%クレジットカード積み立てであれば恩恵を受けることができるんですがこのキャンペーンを使うことによってポイントが5%加算されて最大10%を狙うことができます。左側がオリーブアカウントのご契約講座の残高増加額右側が還元率アップ期間中の還元率そして上乗せ還元率ということでまず見てほしいのはここですね。 まさか2000万円以上ですね、増えた場合10、10%還元率があって3万ポイントが狙えると。で、少しずつ下がっていくと、こんな風に見ていただいて、例えば、ま、100万円以上、500万円未満であれば5.5%、まあ、0.5%分上乗せを狙うことができると。そうすることで、16,500ポイントをゲットすることができます。で、オリーブのフリキシルペ、ゴールドの場合は最大6%まで狙うことができまして6、6%を狙う場合については2000万円以上を増やすこと。そうすると6%が狙えるんですが、 100万円以上、500万円未満であれば 1. 5、1.5%。通常であれば1%還元なんですが、0.5%上乗せを狙うことができるので、まあ、これだけでも結構条件は厳しいのかなと思いますね。なので、まあ、メインバンクはオリーブじゃないけど、まあ、ちょっと一時的には増やすとか、まあ、そういった感じで、まあ、狙うっていうのもありなのかなと思います。それにしても結構これ条件厳しいですね。で、通常のオリーブのフリキシルペイの場合は、最大5.5%が狙うことができまして、まあ、2000万円以上触れた場合については5.5%。で、ちょっとずつ下がっていって、 100万以上500万円未満増えた場合については1%なので0.5%が上乗せがされるということでございますまあ、これどうですかね参加が結構気軽にできるかというとなかなか厳しいものはありますよねまあ、結構ですねこの動画を見ていただいている視聴さんはパネルリテラシーとか高い方が多いのでこういった金額を増やすことが簡単にできる方もですね中にいらっしゃるかと思いますのでまあそういった方はですね参加してみてもいいのかなと思いますでこのキャンペーンに参加するための条件も絶対に押さえておいてほしいんですけどもまずはオリーブアカウントの合計 契約口座を保有すること。 ま、いわゆる、オリーブを作ってくださいね、ということで、三井住友銀行を作ったりとか、オリーブフリクシュルペイを作ったりとか、トータルして、オリーブアカウントをまず作成するということですね。次に、SBI 証券の口座を保有すること、SBI 証券の V ポイントサービスに登録して、当ページからエントリーすると、そして、オリーブアカウント顧客口座の残高増加ということで、なかなかですね、ま、ゼロスタートから始める場合、ハードルめちゃめちゃ高いので、すでに、オリーブを持ってる方、そして、SBI 証券を持ってる方、そして、ちょっと資産に余裕がある ある方まあ、このの条件を満たししてててて資産に余裕があれば参加してみるっいいいうのも面白いかなと思いますで、条件達成の期限とかも分かりやすく出ておりますので、こちらもぜひ見てください。あとはポイント付与のスケジュールもね、ちゃんと出ております。1回目は10月末頃とか、2回目は11月末頃っていう感じですね。で、得点獲得までの5ステップということで、こんな風にエントリーしてくださいねとか、オリーブアカウントの契約講座、SBI 証券の講座準備してくださいねっていう感じで、手順も比較的分かりやすく出ております。ここ重要ですね。SBI 証券 V ポイントサービスに登録 ということでここを例えばフォンタとか D ポイントとかまあ、それに設定されている方だとこのキャンペーンに参加できないのでまあ、キャンペーン期間中は V ポイントに変える、まあ、そういったところも大事ですねそしてオリーブフレキシルペイを登録した後に積立の設定をしてくださいとあとは資産に余裕がある方はオリーブアカウント顧客口座の残高増加ということで還元率が決まるということでございますこれどうですかね結構賛否両論出てきそうではあるんですけどもかなり資産に余裕がある方はですねまあ、2000万円最大2000万円の資産を 動かかしてて最大ののの3万円相当の V ポイントを狙うっていうっいいいもままあ面白いかなと思いますそして最後3つ目のキャンペーンなんですけども、総額1000万円プレゼント飲食店で還元祭ということで、それがこちらなんですけども、こちらも三井住友カード関連のキャンペーンなんですが、合計で1万名に総額1000万円プレゼント飲食店で還元祭というこちらのキャンペーンも発表されております。こちらのキャンペーン9月の1日から10月31日までで、対象カード会員の方限定でキャンペーンに参加することができます。期間中にこういったお店 で対象カードを使うとご利用回数1 会を一口として抽選に参加することができますで。キャンペーン期間は9月の1日から10月31日までの2ヶ月のキャンペーン。対象飲食店はこういったマクドナルド、サイゼリア、ガストとかバーミアンジョナサンとかスキー、ハマ寿司ココスとか。細かい対象店舗はこちらをクリックするといろんな情報が出てきます。で、この対象カード一覧をちょっと気をつけてほしいんですが、対象カードをこちらをクリックすると、例えばエアドゥーカードとかアマゾンマスターカードとか ANA カードとか、まあ、そういった感じのカードが対象となるので、この中には残念ながら三井住友カード NL とか、まあ ゴールド NL とか入っておりません。なので、こんな風に、ビザイン隠蔽クレジットカードとか、ビザイン隠蔽イポイントプラスのクレジットカードを持ってる方、そういった感じのカードを持ってる方であれば、このキャンペーンに参加することができますので、まあ、おそらくね、そういったカードをメインカードとされてる方であれば、こういったキャンペーンにも参加することができます。で、当選者の発表については、2024年1月のウェブ明細書、ご利用代金明細書に表示いたしますということで、まあ、この時の段階で、あ、自分がこの抽選の1万名の1000円に入ってたかどうかですね、 チェックしししてていいいただけれればと思まますす参参加加る際はエントリーを忘れず参加してみましょうっていう感じで、ざざっくりと3つのキャンンペーンでございましたで一応ですね、過去動画でこちら、三井住友カード NL、実はコスパ超最強という風に、まあ入門向けのね、三井住友カード NL の動画を少し前に作っておりますので、ちょっと作成を検討されている方はですね、ぜひこちらの動画見ていただくと嬉しいですし、先ほどからちょっと出てた、スマートフォンでのタッチ決済とか ID とかよくわかんないという方はですね、こちらの動画でそれぞれ違いを解説しているのと、実際の使い方もレビューで、 しておりますので、まだ見られてない方は一応それぞれの動画については概要欄に貼っておきますんで、リンクをまあこのカード興味があるけど、よくわかんないな。とか、これらの支払い方法をなんとなくわかってるけど、よくわかんないなっていう方はですね。参考にしていただけると幸いです。ま、あそんなこんなで今回は三井住友カードのお得キャンペーン大きく2つに分けて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。ま、あ今回の v ポイント祭りについてはですね。まおそらく普段から三井住友カードを利用されている方や。あとは三井住友カードのクレジットカード修行中の方、またはクレジットカード積立とかをされている。 ですね。もう100%エントリーした方がいいキャンペーンとなっておりますので、ぜひエントリー忘れて参加してください。で、クレカ積み立てについてはですね、正直先ほど申し上げましたように、資産に余裕がある方であれば参加ができそうなキャンペーンではあるので、無理に参加する必要はないんですけども、ちょっとこれぐらいの金額であればできそうだなとか、ちょっと余裕があれば参加してみる価値は結構あるんじゃないかなと思います。もう確実にポイントがもらえますもんね。抽選ではなくて、それがちょっといいところだなという風にも思いました。で、三つ目のキャンペーンについては、ビザラインペイクレジットカードとかビザライ ポイントプラスのカードそういったカードを普段からメインカードと利用されている方はですねとりあえずエントリーして当たってたらラッキーかなみたいな感じでねそんな感じで参加するぐらいが一番ちょうどいいと思いますで、今回動画内でお伝えさせていただいたキャンペーンリンクですとか過去動画についてのリンクも概要欄に貼っておきますんでまた詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました